コロナと重なって損した気分。ゴールデンウィーク。はい、枚方米方協会副会長の中兵衛でございます。久しぶりにですね、亀2匹、抗体測定を行いたいと思います。前回は年末12月31日でございましたが、本日の測定は、これ4月26日ということで、約4ヶ月ぶりということになります。3分の1年ということですね。どのぐらい大きくなっているのか、あんまり大きくなってないと思います。まず体重を測らねばなりません。こちら、はい、測りの上に乗せてみましょう。早速マハおりゃ。194g。 これ痩せてんちゃう？あかんのやな、気づいた。あんまり確かに飯の食いは良くないのよ、こいつ最近。そしてこいつだ、カーラ、いけ。 103g。 あんまり超えてないような気もするけど、ボリュームはね、でも出てきてるんですね。これほら、なんかメロンパン感増してるでしょねえ。真冬は本当に飯の食いが悪くて、私もがっかりしていたんですけれども。さあ、サイズも測ってみましょう。よいしょ。神妙にスケールを頂戴しろ、この野郎、この野郎。はい、これですね。8.5 センチってところですかね。よろしい？はい、マハ 8.5 センチ。続きまして、カラが7センチってところですかね。はい、すいません、前回との比較はちょっと今回ボードなしで、なんとなくフリップで表示いたしますので、確認してください。あの、冬の間だからか知りませんけど、飯の食いが細かったということがあります。ちゃんとホットスポット、37度、低い時でも35度、隅っこの方もですね、毎日絶対どんな真冬の明け方でも20度を下回らないようにはしていたんですけれども、まあそのありさまでございます。飯の食いが良くなかったというのは、特に沖餌の方の食いが良くなかったですね。手塚から給仕、飯食わせる分にはなかなか食ってくれるんですけれども、普通に食わせる、朝セットしておいた朝ごはんというのはあんまり食べてくれなかったようにも思います。これから暖かくなってきたら、また陽気ご飯食うてくれるんじゃないかなと思っております。そのわけで、まあ、はい、あの、素人なりに殺さずには済みましたが、そんなに華々しくは成長しませんでしたよと、反省の意味合いも込めて、これからもうちょっとご飯工夫していこうと考えております。短いながら以上でございます。よいしょ、ちょっとご挨拶しろ。よいしょよいしょ、はい、さようなら。